広告寺は、新潟県長岡市仙住二丁目にある、総東州寺院。三号は、太平山。東急は二等放置。本尊は、常盆上昇、阿弥陀如来。当初は、広告案という名称であり、現存する本尊が、阿弥陀如来であることから、浄土新州や浄土州などの浄土教系寺院であったと推測される。その後、昭法三年に、越後長岡半河楼で、 牧野田のもや当主の牧野正直が大旦那となって広大な道具を建て、総統州僧侶の邦賀江雲基地を解散として再建し、広告寺と改修解消した。母親戦争で消失し、再建されるも大東亜戦争長岡空襲により再度消失。戦後23世大官領弁により再建され、現在に至る。また、米百票の古事で知られる長岡藩第三次。 小林小三郎の墓が東京より当時に改装されている。現在の法上は二十四世、第二佐都市道。境内者として秋葉神社があり、藩主、牧野忠志達が信仰したとされ、法営2年に千住町村のうち、新田三国が寄進された。祭礼討論揃いは旧暦7月24日。 万次年間に当時の住職が赤川包みに乗り捨ててあった船の中からカンゼ世音菩薩像33体を発見し、これを同時に安置したとされる。また、境内にある園石は岩病に霊言著しいとされている。ありがとうございます。